穀物のサイロだか貯蔵庫に穴が開いてたから塞ごうと試みてるけどこりゃ無理だ。お前が操縦ミスったせいで開いた穴だろ。まあでも、ここに来た初日にタンクの老朽化について問題提起したし、それでも建て替えなかった管理者の責任だよね。人の物壊しちゃうて、誤りも現象もせず壊されて怒るなら持ち運ぶなよっていうやつかよ。ちなみにすごい量ですが、大体1000トン近い容量のものもあるようですよ。冷静に考えて恐ろしいよな。いくら効率よく保管したいとはいえ、一旦穴が開くと圧力で倒壊することは避けられん。何よりも怖いのが粉塵爆発ですね。ああ言ってるそばから、のんきに事故も見れない。というわけで、安全な事故を見るとしましょう。安全な事故。それにしても、晴れた日にリアフォグですかそうですか。見た目だけカスタムしてるくせに自車両の透過器の作動状態にすら気が配れない。形だけ車好きとお揃いですかそうですか。車庫端とリフトアップ、ローライダーは縦に沈ませる。ドリフトもあるとはいえ、さすがに X 軸方向に回転させるやつはいないだろ。いつからブレンダーの話になったんだ。で、食べ物を粗末にしすぎたからさ、ここらで料理のネタ動画を出しとこうと思うの。なんでスパイダーマンなんだよ。生きた分数千円で手に入る。2プライバシー保護になる。3動画ネタとして入る。なるほどな。なんかネットでたくさん見るわけだ。でも着替えるだけじゃ何にも。は？そりゃ鍋に触ったら火傷もしますわ。そして鍋が粗悪品すぎる。スープとかで満杯にしたわけでもないのにぽっきり言ったな。そしてさ、パニクったんか知らんけど、直後に鍋触って姿勢を発するの面白すぎる。ああ猫ちゃん黒猫ちゃん、そんなとこ乗っちゃ危ないっての。何もしてないのに部屋が散らかるのこういうことか。その飛行機のミニチュアっぽいの、さすがに落とされたらヤバいんじゃないっすかね。想像の斜め上を言った。はあ、オチもついたことだし、今回の動画はここで終わりにしましょう。終わりません。キャタピラー社のマーク、建設重機の類が中に入ってるんでしょうが、建設現場にたどり着くこともなくその障害を終えたな。隣のクレーン車も船も結構な大惨事だし、一石三鳥ですね。石とか鳥とか言って無理やり水に関係した言葉使うのやめろ。そして、船もゆっくり沈没していったのでしょう。もはや墓場建設キット。まあ微妙に雑な感じしますね。こりゃ相当な重要物でしょうね。やっぱりかよ。さすがのスケール。映像の迫力が違うぜ。映像として凄すぎてさ、事故というか芸術の域にあるんよなこれ。クレーンのアームが鉄塔に見えたので、鉄塔に関する動画を引っ張ってきました。で、結構な質量があるでしょうから、ガラスに当たればまず割れるでしょうね。これは風なのか、視点が悪いのか操作ミスなのか。ガリッただけって感じの音だけどさ、これ人の骨が砕けるレベルのエネルギーで出てもおかしくないんだよね。なんて言ってたらとうとう割れちまったな。日本の橋ってさ、一部をクレーンで持ち上げて作ってたりするんですよ。この動画のやつとは比べ物にならないくらい重量もサイズもあるだろうに。土木の技術は素晴らしいんだぜ。素人にはただの道や橋にしか見えないが、だからこそだ。伊達に戦艦山と作ってない。ちなみに、日本の技術がすごいのと、画面の前のあなたと私がすごいかどうかについては無関係です。崩れ落ちた誰かの地震と自己肯定感の音。何してくれてんねん。はい、おなじみの事故現場の光景です。タイヤの本数からしてトレーラーヘッドか？トレーラーヘッド単体で走ってるのたまに見るけどさ、何も引っ張ってないとすごく弱そうだよね。人の力じゃかないようのない力持ちなのにな。おお。あーなんだよただのシートかよ。事故待ちやめろ。あー事故待つのやめろって言ったせいで事故った。小学生みたいな言い草するんじゃねえよ。そして、起きたと思ったらクレーンのアームに潰された。事故現場になる事故現場処理クレーン車。これはウイスキー代か何かですかね。酒飲みには嬉しいアイテムだな。早速シーンと行きましょう。あー机の幅が足りない。え、そんな持ち方して室外機が落ちないかって。大丈夫、今さっき落として厄払いしてきたからそばで見ておいてあげるからさ、安心して運びなよ。そうやってカーボン調が来たから厄災が起きた可能性。それにしても、私も引っ越しセンターでバイトしてたから室外機くらい運んでたけどさ、肩の上に担ぐのは職人の技よ。さすがに重量がありすぎるから、脚立を抑える係がいないと地面との摩擦が負けて倒壊しちゃうんだぜ。強いて言うなら、脚立の設置位置がセンターから画面右側寄りなのがちょっと気になります。そんな期待不安をよそに、支える棒の間に体を通しておくところだ。今期待していましたよね。ああこうなったらやけくそだ。投資と間違えて爆破されてしまった建物の動画を流すしかねえ。え、今なんて？だから、爆破する建物間違えたんですよ。立ち退き工事がいるのは奥のやつ。ひどすぎるやろ。そこのあなた、荷台の煽りを下ろさないんじゃパレットを乗せられないでしょって。私もそう思う。というかさ、これ土砂用のダンプじゃね。え、そうだよ。今レンガに見えてるかもしれないけどさ、どうせ崩れるから土砂も同じよ。はい運転手さん、積載終わったから行っていいっすよ。積載というか積載。何が起きてるかわからないでしょう。これ、ショベルカーのショベルで地面を押して、それで車体を持ち上げさせて、横からトレーラーに乗ろうとしてるんで、そっちに行くとは思ってなかった。
ねえねえ、家具の耐荷重って意識したことある？なんで？いやね、物理的には乗せられるんだけどね。それが耐荷重的に問題ないかは別問題だからさ。瓶の酒とか結構重いよなぁと。ちなみに土砂が詰めない仕様のダンプカーというのがあるんですよ。ご存知ですか？あれも耐荷重の問題があるんよな。クレーンや牽引ロープ、引っ掛ける車体の器具それぞれにあります。結構神経使うと思いますよ。Google マップでここ解体業者にしといた。これでもう気を使わなくていい。いろは坂とかさ、ルンバみたいな全方位に進める車体構造のマシンで攻略しそうだよね。で、お次は水道塔か何かだな。隣で自撮りした女がいるのかよってくらい歪んでますね。まさかの画像編集。ちなみになんですが現在、奥と左右の3方向から紐で引っ張っているようです。倒壊してないのはそのおかげかな。ってことは、もし倒れるとしたらこっち側に来る可能性が高いってことか？こういう状況って、メルセデスのロゴみたいに均等な角度で引っ張れないもんなんですよね。あーほら。トラックおるやん。狙ったようなピンポイント直撃で草、ほんとそうだよな。360度あるのに、なぜここに当たるんだ。私は紐でうまく引っ張れなかった説を提唱したいですが、カーボン超次元でしたっけ？やっぱあるんすかねえ。クリティカルな事故映像ばっか寄せ集めてきてさ、一周回ってやることにしたくなってくるわ。うちはナレーションだけでなく、ネタ集めまでこだわりがありますので、回転しないケース視野みたいにプロぶりやがって。そして今度はロシアのカメラ映像。ドアが開かないみたいです。ちょっと待って、取って分取ったか？ははは、内装業者ね、体重100キロのデブが体当たりしても耐えられるような設計にしないからじゃ。そういえば私の行ってた学校でさ、昼食時間の前に体育があってさ、昼ご飯を早く食べたさすぎて授業終わりに更衣室に全力ダッシュしてた体重100キロくらいある子がさ、更衣室入り口の急カーブを曲がるために壁に手をついて、穴開けたんだよね。さあ。で、裏から手を回して鍵を開けるのかと思いきや、そうじゃないみたい。さすがに開かないな。いや、ここまでぶっ壊せるのがおかしいの。あ、この女装は嫌な予感。ドアは破るもの。引っかかって通れなかったら面白かったのに。施錠可能なドアの設置は防犯に含まれません。逮捕に来た警察並みだよな。うん、見るからにヤバそう。紐の縫い目が途中でブチって切れそう。というか、底打ちしてんじゃん。これ、設備上の体重上限があるなら、交通量が少ない山間部の法定速度みたいに超えちゃってるぜ。そこから飛び降りるとスタートなんですが。楽しむ資格なしかよ。まだ早い。車椅子だからって周りの職員に介護を求める外悪客のように、張ってでも行けばいいじゃないか。飛行機の出発時刻遅らせてそう。何？車椅子用の設備は事前連絡しないと用意してもらえない？バカは話を聞いてない。事情の想定も事前の電話確認もしないんだぜ。そして、職員さんの助けもあって、なんとか飛び立てそうですよね。垂れ下がりすぎて水面にぶつかる気がしないでもないが、あとちょっとで本当に飛び立てるぜ。よし、流れてった。奥までたどり着けるか心配だぜ。いやいや、ここまで来れたんです。行けるに決まってるでしょう。行けませんでした。画角が無茶苦茶なんだけどさ、2階の窓からチェーンソー出して木を伐採してます。伐採って、切り落とされた後に家が損傷しそうなサイズなんだが。なーに、ちょっと先端を切り落とすだけよ。一切伐採伐採。